time。こんにちは、ウェルビーイング株式会社代表の池上です。今回は、ウェルビーイングオンラインスクール誕生秘話ということで、ちょっとウェルビーイングオンラインスクールの誕生秘話についてお話ししたいなというふうに思います。誕生秘話っていうとちょっと大げさかもしれないですけど、なんでこのウェルビーイングオンラインスクールっていう商品ができたのかっていう、その経緯の部分ですね。で、ウェルビーイングオンラインスクール、現在何度もお伝えしているんですが、現在先着10名様限定で、半額でお届けしています。で、そこの10名様の枠がどんどんちょっとなくなってきていて、もうあと3人ぐらいでなくなるんで、興味あるんでどうしようかなっていう方は早めにお申し込みください。で、このウェルビーイングオンラインスクールなんでできたのかっていうことなんですが、これは話は私がプロ時代まで遡ります。私プロとして走ってた時はアミノサウルスっていうところにスポンサー契約していただいて、走ってたんですが、そのアミノサウルスの、サプリメントの会社なんですけど、購入者がもうほぼ全員がランナーやということで、完全にランナーさんから愛用されてるというか、ランナーさんをターゲットに販売してた。正直サプリメント自体は別にランナーさん以外が使っても別にいいもんなんですが、ランナーさんをターゲットに販売してたんで、購入者のほとんどがランナーさんだったんですね。で、それで、パーソナルコーチングみたいなのできないですかってこう言われたんですよ。で、言うのはいいけど、私もその時プロとして練習してたんで、練習もあるし、休養も必要やし、睡眠もあるし、体の手入れもあるし、自分自身がランナーとして成長するために勉強しなきゃいけないこともあるし、そんな暇じゃないと、パーソナル無理ですって言ったんですね。で、そもそもの話をすると、その時思ったのが、いや、ちょっと待てよと、長距離走もマラソンって、そもそもパーソナルで教えるもんじゃないだろうっていうのが、私の考えなんですね。練習会とかいろんなところでやってるじゃないですか。で、練習会には練習会のメリットがあります。で、例えばいろんな人から刺激をもらえる、元気をもらえる、参加したら楽しい、みんなでやったらインターバルとかも、追い込めるとか、いろんなメリットはあります。ただ、その本質的に練習会っていうのは、そういうきっかけ作りの一つというか、みんなからその元気をもらうとか刺激をもらうとか、そういうメリットは大きいんですが、果たして本質的にその練習会っていうのはどこまでプラスになってるのかって言われると、私からしたら正直な話、雰囲気勝負の話、もんなんですね。その場の雰囲気だけを提供してるものであって、そんな週1回とかそんなんで長距離走マラソンって強くなるもんじゃないんで、雰囲気が欲しい人は練習会行ったらどうぞと。ただ、その本質的にそれであなた自身が変わるわけではないですよっていうのが、練習会のその真実なんですね。で、じゃあパーソナルだったら確かに、みっちり見れるんで、強くなるのは強くなるだろうと。ただ、その給料どうすんのって話ですよね。コーチタダでやるわけにいかないんで、そのコーチやってもらうのはいいけど、そのコーチ雇うのにいくら払うんだという話ですし、例えばじゃあ私が今やってくださいって、もう完全パーソナルでやってくださいって言われたら、やっぱ月10万はもらわないと、正直やれないっていうのが本音の話です。で、月10万、そうですよね。これ月10万も正直月10万かっていう感じですけど、それ以上請求するわけにもいかないんで、月10万かなっていう感じなんですけど、ただそれパーソナルでやっても結局一人一人に教えていくことって基本的な事柄っていうのは全部もう一緒になってくるんですよね。みんな結局人間なんで、これがもうナメック星人とかね、その猿の惑星みたいに他の惑星から来た人だったら別ですけど、人間である以上もう基本は一緒ですよ、全員。全体の9割から95% ぐらいはもう全員一緒です。で、はっきり言って、そのサブ 2.5 とか、その程度のレベルであれば、もう 95% 同じでいけます。で、サブ 2.5 でさえ、皆さんが思ってるほど大したレベルじゃないんですね、サブ 2.5 とかって。なんで当然、女子は別ですよ。女子は、女子でサブ 2.5 したら大したもんですけど、男子のサブ 2.5 とか、そんな大したもんじゃ、ことじゃないんですよ。女子で言ったら、2時間45分切りとかっていうのは、一般に思われてるほど難しいことではないんですね。その程度のレベルでも、でも競技レベルから言ったら、だいぶレベル低いんで、もう 95% ぐらいはもう肩にはめてやってしまえば、出せるタイムではあります。で、当然サブ3とかサブ 3.5 とかサブ4とかっていうのはもう当然です。だけど、これさえやっとけ早くなるみたいな、そういう必殺技っていうのがないのが長距離走マラソンの世界なんですよ。これ何回も言うんですけど、
大きく分けたってトレーニングリカバリー戦略そして、マインドセットとこの3つぐらいの要素っていうのはもう絶対必要になってきます。でトレーニングだってインターバルがいいとか距離走がいいとかインターバルのペースはどうのこうのとかまあちょっと余裕を持ってとかあのレースペースよりも早くとかいろんなこと言ってる人いますけどそんなん全部ケースバイケースですよ。もう絶対この練習やったら正しいとか絶対インターバルがいい練習とか絶対距離走がいい練習とかそんなこと絶対言えないです。もう全ての練習はケースバイケースです。適切なタイミングで適切な量のトレーニングを適切な質でやらないと結果っていうのは出ません。しかもそれがずっと1年365日があってでさらにそれが2年3年と続いていくわけなんでまあその全部総合的に必要な事項を全部教えるにはどうしたらいいかっていうことでまあそれやったらパーソナルコーチはできないですけどオンラインスクールにしたらどうですかっていうこと言ったんですよね。でなこういう方したらなんかパーソナルコーチの妥協版みたいな風に聞こえると思うんですよね。まあ実際妥協版かもしれないですけどただその週1回練習会やりますとかもうそれに比べたらはるかに本質的なことが教えられます。まあ、なんでかって言ったらもう長距離走マラソンって本当そんなまあなんていうシンプルはシンプルですよ。シンプルはシンプルなんだけどもうこれさえやっとけ早くなりますみたいなそういう必殺技って絶対ない世界なんでだからその長きにわたって、まあ、1年2年3年と適切な努力を積み重ねて、まあ、大きな差が開いていくわけなんですけどだからその方法論っていうのをどういうふうにお伝えしていくかって言ったらこれはもう当然ながら反復学習も必要になってくるしまあ、あとはこれさえやっとけ早くなるみたいなそんな甘い世界じゃないんでやっぱその必要なあなたが学ぶべき要素っていうのはものすごくたくさんありますよと。でそのたくさんあるものの中から、まあ、それもやっぱり厳選して、まあ、厳選したって結局30時間ぐらいのコンテンツになったんですけど、まあ、その中からもうこれは知っといてほしいと。まあ逆にこれさえ抑えておけば95% は正しい努力ができますよ。あとの 5% はやっぱりその仕事のスケジュールプライベートのスケジュール、まあ、あるいはその自分のタイプってありますよね。スピード型持久型、あるいは何ですかね、練習強いタイプなのか試合強いタイプなのかあとは何ですか、まあ、性格的なものもありますよね。追い込みやすい性格なのか、まあ、無理してしまう性格なのかそれともなかなか追い込みきれない性格なのか、まあ、この辺の性格とかも考慮しながらトレーニングプログラムって立てていく必要があるので、まあ、そういった最後の 5% に関しては、まあ、無料メールサポートを使ってくださいっていうのがウェルビーイングオンラインスクールです。まあ、というわけで、そこから作ったのが、はじめアミノサウルスオンラインスクールっていう、まあ、10時間ぐらいのコースができました。で、そのアミノサウルスオンラインスクールっていうのができて、で、その後私ももうアミノサウルスクビーになったんで、まあ、ウェルビーイング株式会社立ち上げて、で、それやったらもうアミノサウルスオンラインスクールなんか、もうね、まあ、なんていうんですか、ここだけの話ですけど、アミノサウルスオンラインスクール作るときに言われたのが、みんなが使える内容にしてくれと。池上さん長距離走マラソン詳しいのは分かったと。分かったけどそれ言っても伝わらんと、相手に伝わらないからできるだけ簡単にしてほしいって言われたんですね。だからもうなんかこんなもん作ってもおもんないなと思いながら、まあ、できるだけ簡単な内容にして作ったのがアミノサウルスオンラインスクールです。でウェルビーイングオンラインスクールはもうこれも自分の会社なんで、もうウェルビーイング株式会社の場合はもう正直な話メルマガ登録してもらってる時点で、まあ、あるいはこの動画にたどり着いてる時点でやっぱそれなりのリテラシーの人、まあレベル低いとか高いっていう言い方あんま使いたくないですけど、まあ正直レベルの高い人が集まってるのがうちの会社です。なのでもうレベルの高い人たちに向けてもう本当に真剣に勉強したい、まあ本当に例えばですよ、まあ定年退職した後とか社会人になってからいろんな資格を取ったりとか、まあ放送大学とか、まあ通信教育とか、あるいはその大学の通信コース通信学部に入ったりしてこう勉強したりする人いるじゃないですか。まあそれで言った時にランニングの通信大学ってどこ、通信教育受けられるとこどこって言ったら、もうそれはウェルビーイングオンラインスクールであり、まあランナーズユニバーシティなんですね。でまあランナーズユニバーシティに関しては全てのコンテンツを月額8000円で2年間見放題というプランで、ウェルビーイングオンラインスクールに関しては私が体系的かつ網羅的に厳選した30回のコースをたった1回のお支払いで永遠に見れますよというのがウェルビーイングオンラインスクールです。まあ何回も言うんですが、本当にあなたが真剣にランニングについて学びたいというのであれば、正直もウェルビーイングオンラインスクール以外この世の中にはありません。先着10名様限定で、半額で受講していただきますので、今すぐお申し込みください。それではウェルビーイングオンラインスクールの方でお会いしましょう。 One life for the revolution.